アリー・ハーメヌイ、アーヤ・トンラー・セイ・エド、アリー・ホセイ・ニー・ハーメヌイ、ヨットーラ、セイド、リー・ホージー・ニー・コミニー、1939年4月19日台、は、イラン・イスラム共和国の第二大最高指導者、第三大イラン・イスラム共和国大統領。日本では、ハメネイ氏と表記されることが多い。1979年のイラン・イスラム革命後、革命会議議員、 国防次官、イスラム革命防衛隊司令官、大統領、最高国防会議議長を歴任した。1989年6月3日、イランの最高指導者に選出された。小学校卒業後、父に秘密で中学校に通った。その後の勉学は、まず、マシュハドの神学校で、イスラーム諸学、特にアラビア語に向けられた。1958年に、 イラクのナジャフに赴き、二年間神学を学んだ。その後、ゴム氏に赴き、ホメーニーの下で1964年まで、イスラーム法学を学んだ。ハーメネイは、ルーホンラー・ホメーニーの弟子であったにもかかわらず、他の宗教指導者のような権威を享受していない。ハーメネイは、イスラーム法の広い知識を有しているが、ゴム氏の活動家は、彼の権威を認めていない。 この事実は、現政権の指導者の多くが、ゴム氏の宗教学校出身であるのに対して、ハーメネイーは、マシュハド氏で、宗教教育を受けたことで説明される。ハーメネイーは、マシュハド及び、ゴム氏の宗教学校の学生中に、多くの支持者を有する。イスラム革命防衛隊、商人、聖職者の大多数も、彼の支持者である。1962年、 オメーニーの呼びかけにより、ゴム氏が放棄した。この放棄において、ハーメネイーは、ゴム氏に滞在しつつ、マシュハド氏の宗教、政治活動家と連絡を取った。放棄は自圧され、その後、ハーメネイーは、数回投獄された。その後、ハーシェミー・ラフサンジャーニー等の別組織と協力して、判定制秘密組織の再建に取り組んだ。この秘密組織は、 イラン・イスラム革命で大きな役割を果たし、革命後はイスラーム共和党に再編された。革命後、ハーメネイは革命会議議員、国防次官、法学者代表、イスラム革命防衛隊司令官、テヘラン氏の金曜礼拝同士、第一期マジュリス、議会大議員、最高国防会議におけるホ褒ネーの顧問を、歴任した。1981年、 モハンマド・アリー・ラジャーリー大統領の暗殺後、大統領に選出され、1985年に再選した。1989年に、ハーメネイーが最高指導者に選出されたのは、保守派の戦う法学者協会と改革派のハーシェミー、ラフ・サンジャーリーの利害の一致のためだった。彼は、候補者の中で最も若く、当時大統領だった、ラフ・サンジャーリーは、 改革推進において、彼の協力を当てにしていた。一方、保守派の宗教、政治指導者は、あまり権威のないハーメネイが、自分たちの影響下に入るものと予想していた。そもそも、ホメーニーの後継者と指名された、ホセインアリー・モンタゼリーが失脚してから時間がなく、ハーメネイの最高指導者への選出は、規定の路線ではなかった。ホメーニーは、法学者の最高位。 マルジャエタクリードであったが、ハーメネイは長くホッチャトレイスラームに過ぎず、この時昇格してもなおアーヤトラーであり、マルジャエタクリードには届いていない。当初、最高指導者はマルジャエタクリードでなければならないとされていたため、ハーメネイの権威に傷がつくことになったのである。最高指導者となったハーメネイは、1997年まで政治の舞台では保守派の味方についた。 ハーメネイは1989年から1997年まで大統領だったラフサンジャーニーに目に見える支援を与えなった。このことは専門家会議を支配するコム出身の宗教活動家側からの非難を懸念したからだとされる。その外、ラフサンジャーニーはハーメネイと自分を対等と考え彼に圧力を加えようとすらした。 1992年の議会選挙前日、戦う法学者協会の指導者、並びにラフサンジャーニーとの協議中、左派の勝利を許さないことが決定された。その結果、左派の活動家は議席を得ることができなかった。議会の保守派は強力な派閥を形成したが、ラフサンジャーニーの予想に反して政府に協力しなかった。ハーメネイ、e、は保守派の圧力の下、 サウジアラビアとの協力、対米関係の一部正常化、創作従事者等の創設等で大統領を再三批判した。ハーメネイーとラフサンジャーニー間の不一致は、1997年の大統領選挙までに鮮明に現れた。ハーメネイーは、戦う法学者協会から立候補したアブドラー、ナーテグイコール、ヌーリーの支持を明言し、ラフサンジャーニーは、 モハンマド・ハータミリーの勝利のため、戦う法学者協会の影響力低下に関する、あらゆる措置を取った。2000万人以上の国民が選出したハータミリーの勝利は、ハーメネイに自分の立場の再検討を余儀なくさせた。彼は、新大統領の方針が、客観的に社会の要求に応えているとの結論を、下した。保守派の宗教、政治運動支持者中には、 国民中の人気の急激な低下によって引き起こされた重大な見解の相違が生じた。若干の権威ある宗教活動家、学生及びイスラム革命防衛隊の代表は過激な保守派の政策に不満を示した。1999年後半、情報省職員による改革派政治家の暗殺が暴露されたが、その組織者の中にはハーメネイが信任する。 情報省次官もいた。1999年中盤までに国内情勢は危機的状況にまで悪化した。ハーメネイはハータミー党と協議し、左派、右派を問わず過激派の出現を許さないことに決めた。彼は法治主義、並びに憲法で規定された権利と自由の保障を施行した政府の方針への同意を表明した。ハータミー政権との妥協の結果、 デモ鎮圧時に職権を乱用した法秩序警備軍将校が刑事起訴され、情報省、司法権の長、貧民財団総裁等が解任された。その一方で、1999年から2000年中、20市以上の新聞紙が閉鎖に追い込まれ、若干のジャーナリスト及び社会、政治活動家が処罰された。ハーメネイは、 国際部隊でのハータミーの努力を支持した。彼はドイツ人企業家の釈放の指示を下し、イスラエルのためのスパイ行為で死刑判決を受けていたユダヤ系イラン人に対する判決を仕戻した。ハータミー政権においてハーメネイーは行政権の政策を支持することで国民中の人気をつなぎ止め、他の権威ある宗教活動家からの圧力をかわすことに力を注いでいる。 2009年6月13日に、マフムード・アフマディ・ネジャードが圧倒的な勝利で大統領に再選されると、敗れたミール・ホセイン・ムーサビーが不正選挙を主張し、選挙のやり直しを求めると、支持者らによる大規模なデモ、暴動に発展した。ハーメネイーは2009年6月19日に金曜、礼拝で、今、イランは冷静になることが必要だと演説し、 イラン国民への自制の呼びかけと改革派のデモ集結を要求したが、それでも改革派市民によるデモ、騒乱は収まらなかった。今回の騒乱により、イスラム共和制を取るイランの現体制の権威が、傷つくこととなった。なお、ハーメネイやイラン政府はこの事件の背後には、欧米とは異なる新しい道を歩む、現体制を転覆させようと、再三イランを国際的、 国内的に干渉している外国の影があるとしている。2010年2月にハーメネイーは演説でこの選挙後の出来事は一部の人々の誤った推測や無知から発生したとし、外国や共和国内部の体制の転覆をもくろむ敵は、これらの出来事を利用することでイラン・イスラム共和国を弱体化させようとしたが、これらの出来事は体制の弱体化につながらなかったばかりか。 これまで以上に、イスラム体制が力をつける要因となったと述べ、また、長年にわたる外国の干渉、内政干渉と、国際的な干渉に今年も我々は勝利し、革命を守り抜いたとも述べている。2010年1月には、イラン情報省海外担当次官が、大統領選挙後のデモの発生に何年も前から、イランの政権の転覆を目的としてきたアメリカと、ヨーロッパの財団、 機関などが関与していた事実があっとして、ソフトな戦争、内政干渉などを仕掛ける60の欧米団体の実名をイランのメディアに対して公表し、この侵略的な体制転覆計画はアメリカ、イギリスの国家機関等がこれらの団体を使って行わせており、今までにかなり多くの予算が正式に割り当てられていると述べた。また、これらの団体は、 表面上情報機関とは分からないように装って活動しているという。詳細はイランのイランに対するアメリカ合衆国の政策、アメリカ合衆国とイランの関係の対イラン干渉2009年から2010年の項を参照。ハーメネイの西側諸国への主張に関してはアメリカ合衆国とイランの関係のイランの主張の項、または 上記の客中につけた公式サイトのリンク先を参考。マシュハド氏出身。彼の父、セイエド・ジャワードは、マシュハド在住のダイヤー・ヤトラー。こういうラマーで、東アザルバイジャーン州ハーメネの出身で、アゼルバイジャン人。母は、同じく、マシュハドの著名な裏マーであるセイエド・ハーシェム、ナジャファーバーディの娘で、ヤズドの家系。ペルシア語、アラビア語。 アゼルバイジャン語、トルコ語、ロシア語を話し、英語も理解する。ペルシア文学と伝統的な民族音楽を趣味とする。原稿の準備なしに長時間演説できる、雄弁家である。1981年に爆弾テロにあった、後遺症で、右手が不自由である。弟のハーチ・ハーメネイは、国会議員であり、改革派に属する。また、 ハーメネ出身の改革派の政治家ミール、ホセインムーサビートはいとこの関係にある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。